はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは。皆様とプロレスライフをエンジョイするプロレス系 YouTuber、 私が妄想プロレスチャンネルのシェイクです。どうも、はい、ありがとうございます。今回この動画のテーマはこちら、ドラゴンゲート、あの動きはラ・エストレージャの正体について大妄想スペシャル。ありがとうございます。今回この動画のテーマはドラゴンゲート 12.15 後楽園ホール大会において、マスカレード、シュン・スカイウォーカー選手率いるマスカレードというユニットの第5の男が現れましたよね、と。その名もラ・エストレージャ。そのラ・エストレージャの正体について語っていきたいと思っておりますので、ドラゴンゲートファンの皆さん、最後までお付き合いくださいという形です。はい、まあ皆様はもうご覧になれましたでしょうか。後楽園ホールの会場で見ましたか、それともドラゴンゲートネットワークですか、それともガオラですかというところなんですけど、僕はドラゴンゲートネットワークの方で 12.15 リアタイで見させていただいてですね、まあずっとあのシュン・スカイウォーカー選手率いる新ユニットの第5の男っていうところ、まあ僕前の回、で第5の男はこの選手じゃないかってちょっと予想会も上げさせていただいたりしたぐらい、すごく実は気になってました。でそこで現れたのが、まさかまさかまさか既存の選手ではなくて、銀色のマスクをかぶった、正体不明のマスクマンが現れましたよね、と。まあ、あの正体誰なんだ誰なんだ、まさか新キャラかと思ってですね見てたんですけど、あれんおというシーンがあったので、それをもとに僕ピーンと来たんですよ。でそれ僕自身のちょっと記憶力をもとにちょっと皆様にお話ししていきたいなと思うんですけど、まずラ・エストレージャ選手は小柄であります。とんでもなく小柄です。あのバックステージで、あの 12.15 のバックステージのコメントの時に、ドラゴン、あ、シュン・スカイウォーカー選手を真ん中として、向かって右側にドラゴン・ダイヤ選手、そして向かって左にあのラ・エストレージャ選手がいらっしゃったんですけど、あのドラゴン・ダイヤ選手って、まあ、基本やっぱ小柄じゃないですか。まあ、この角とかでねちょっと大きく見せてる部分あると思うんですけど、結構小柄なイメージがありますと。その小柄なダイヤ選手がちょっと大きく見えてしまうぐらい、ちょっとあのエストレージャ選手ちっちゃく見えたんですね。あの体の厚みがないからっていうのはあるかもしれないですね。ひょっとしたらあのブレイブゲート戦線で多分活躍してくる選手だと思うので、結構軽量級なんですよ。でタッパーもどちらかというと低い方なので、ドラゴンゲートの中でも低い方だというふうに感じたので、これはまた結構な、機動力を駆使していくファイターなんだなっていうふうに思った次第ですと。なのでとてもじゃないですけど170センチあるようには見えなかったですね。だから多分160センチ台っていうところかなと。でまあさっきも言った通り、体の厚みが、それほどなかったように見えたんで、とんでもない体脂肪が低い筋肉質なのか、もしくは結構な若手じゃないかなと、思いました。でっていうところですね。だからそこで鑑みていくと、まあ結構今回私の中ではあのドラゴンゲート世代から選出されるだろうと思ってたので、まあその若手さ、これからの選手、まあ体を作っていくのもこれからみたいな、いろいろ逆算をしていくと、まあそれもやむなしなのかなと思ってたんですけど、多分どうなんだろう、私がこの前出してたあの正体の中にはひょっとしたらいないかもしれないですね。でっていう風な見てた、あ予想外れたかと思いながら僕見てたんですけど、ある動きを見てえと思ったんですよ。その動きっていうのは何かというと、序盤か中盤ぐらいにかけるときに、エストレージャ選手が前方回転でパンとこうつかむ、ちょっとこういうようにちょっと、この子使って説明しますね。進む選手をコーナーから振りました。振った時にこう手をつかずにポンポンポンってこう前宙したようなシーンがあったんですね。ありがとう。前宙したようなシーンがあったんですけど、あの動きどっかで見たことあるぞって思って、
それちょっと記憶をもうほじくり返したんですよ。どっかで見たことがある、あれあれ、しかも前宙した時に膝が外を向く癖がある人なんだなって、っていうふうに思ったわけですよ。綺麗に真正面からポンポンじゃなくて、前宙した時に深く膝をクッションみたいに使う、こういう深くこうで膝を出して着地するっていう癖がある選手なんだなと思った時に、結構そんな癖がある回転をする人ってやっぱ忘れないわけですよね。じゃあ何かと言った時に、これ僕ツイッターでもつぶやきましたけど、今既存の多分選手じゃない気がします。なのでドラゴンゲート世代ではない、ある意味ないと思います。ドラゴンゲート世代のユニットには入ってない人である、そして無所属でもない、ひょっとしたらデビューもしてないかもしれないっていう選手かなと思った時に、じゃああの動きはどこで見たのかというと、これドラゴンゲートファンの皆様、そしてあのこの中でひょっとしたら水曜日のダウンタウンをご覧になられた方はいらっしゃいますかね。結構前のです。そう、ドラゴンゲートと水曜日のダウンタウンの共通点って覚えてますかね。何年か前のスペシャル回で松本人志が謎のマスクマンエルチキンライスに扮してドラゴンゲートのリングに上がった時の回って覚えてます？これ昔ね、YouTube とかにアップされてたりとかして見てたことがあったんですけど、僕はもうリアタイで見てたんですけど、あとはあれですね、普通に水曜日のダウンタウンの DVD 化されてるんで、たまあの回はひょっとしたらそこにその動きとかあるかもしれないですけど、実はエルチキンライス選手の脇2人を固めてたメキシコから来たマスク、謎のマスクマン2人っていたじゃないですか。スペルカイザー選手とビクトロゾンビっていう選手、まあ一応表向きはメキシコ人っていう立て付けだったんですけど、2人とも日本の練習生ですっていう形でテロップが出てたのって皆さん覚えてますかね。これもし動画はひょっとしたらまだアップされてないかもしれないですけど、まあ著作権がなんてあるんで、でもネットでドラゴンゲートエルチキンライスとか水曜日のダウンタウンとかでアンド検索していったら多分出てきます。その画像が結構細めで、まあそれこそ練習生だったんで、その時の多分スペルカイザー選手の方がまさにこの前宙やってたんですよ。しかもこの膝が外に向く前宙をやってたの僕記憶してて、だからこれもしその時の水曜日のダウンタウンの DVD お持ちの方いらっしゃるようでしたら、今一度見てみてください。多分スペルカイザー選手と同じ選手が多分正体です。はい、まあ素顔はね水曜日のダウンタウン上でも一切出てこなかったし、まあドラゴンゲートの中でも正体は誰々でしたっていうのは多分なかったと思うので、そこはもう一切見えないところだと思うんですけど、実は実は実はあの選手スペルカイザー選手がラ・エストレージャ選手の中身なんじゃないかっていう説を僕は大きく唱えたいと思います。はい、まあぜひなんとなくこれ見たことがある人はぜひ思い出してほしいし、もし可能であればお近くのレンタル DVD ショップ行って水曜日のダウンタウンそのエルチキンライスが出てる回ぜひ借りてください。ひょっとしたらまあほぼ全編カットされてないと思うんで多分出てると思います。多分スペルカイザー選手が前宙3連続ポン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 ってするシーンが多分あれ出てたと思うんで、全く同じ動きでした。というわけなので、ラ・エストレージャはスペルカイザー選手が正体だっていうのが私の答えでございます。皆様のお気持ちはいかがだったでしょうか。ぜひ皆様のご意見をこの YouTube のコメント欄、Twitter のコメント欄、Twitter の DM 欄までどしどしとお寄せください。そしてこの動画で扱ってほしいテーマっていうのも随時募集をさせていただいておりますので、この YouTube のコメント欄でも Twitter でも構わないので送ってきてください。この団体のこの選手について、この団体のこの出来事についてっていうのはですね、直接どしとぶつけていただければ、ちょっとお時間はいただくかもですけれども、必ず形にして皆様にお届けしたいと思っておりますので、これからも皆様この動画のリクエストをよろしくお願いいたします。そして忘れちゃいけない高評価ボタンとチャンネル登録ボタン、こちらもポチポチと押していただきまして、これからもこの妄想プロレスチャンネルのシェイクについてきていただければと思っておりますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけで最後まで見ていただいた皆様どうもありがとうございました。
お届けしましたのは妄想プロレスチャンネルのシェイクでした。またね、バイバイ。